はい、どうもこんにちは、ルチです。さあ今回もグラディエーターギルドマネージャーやっていきましょう。さあ今回は死の教会へ向けた育成編というかですね、まずはこれね、ようやく来た万六化してあるかな、このバンシーですね。こいつをまず獲得して使ってみようと。まあ他はまあいいかな。まあドラマ一応やっとくか。まあそもそもね、簡単出てくんないんで、ね、アップデート料金払うかしないといけないんですけど。これ更新じゃない？よし。来てくんないかな。この辺、外してちゃんと出してほしいね。払うか。出なさそうだね。まあ、戦いに行こうかな。まあ、入れて戦いに行きたかったけどね。なんかめっちゃ強いサイいるけど。まあ、災害が弱かったんで。ああ、はいはいはい。どうしよっかな。まあ、災は出すかな。まあ言うてダメージ849。うちのサイと変わらない。うちのサイ強いね。で、うちのサイとほぼ変わんないじゃん、パラメーター。効率が悪いな。クリティック使おう。はい、燃やしちゃえ。はい。あ、ナイス。経理カウンターからの燃やす。余裕だね。レベルなんて関係ないですね。今お金、木材が欲しい。まあ、お金はもう木材みたいなもんだな。まあ、よりいいアイテムは出てないんだね。それ見越してね、買ってなかったんだけど。はいはいはい。で、払ってもなんか変わんないよね、別に。あ、いたわ。変わったね。弱いな、でも。弱い弱い、あ、弱い弱い、これ弱すぎる。主要パラメータが下がってるわ。同じだ。これ更新がさ、ちょっと控えめすぎない。出てはいるんだけども、何も変わってないよね。雇って首にしまくった方がいいのかな。じゃあ次行くか。アイテムの更新だけ見ようかな。消耗品だけ買っといて。やけどか、まあ微妙だね。で、盾はもう人数分あるし、オッケー、行こう。I've made contact with a primitive civilization of creatures living inside the deep mine. 深層高校に住む原始的な文明を持つ生物と接触することができたと。これ？Those creatures' home, the deep mine, has been under attack. これが鬱陶しいんだろうね、多分ね。They've asked us. はいはいはい。あいつら倒してくださいと。一撃よ。暗殺する。まあ、燃やす方が早いかな。燃やすクレリック、ドルイド、アマさん。よし。Creatures are deep mind. She just doesn't know when to quit. まあまあいけるけどよ。もうここまで行くと人数が多いお互い。もう激戦だね。だパイロマンサーとか範囲系がめっちゃ生きてくる。ね、クロマンサーいいかな。メイスフィリダーだぞ、メイスフィリダー。あと一体何出そうかな。いや、ね、クロマンサーかな。なんかゴミみたいなアイテムが報酬なんだな、多分。じゃあ力をサインにあげよう。いや、やられちゃう。ネクロマスやられちゃう。ナイス。まんまいらないんですよね。別に何もいらない。
すべて持ってますと。更新とありますね。もうこれ以上のアイテムがないのかな。バンシーいなくなったね。もう一回。あ、来た来た来た。これいいのなったら買おう。スタミナが早く回復する。よくはないけど、まあ、呪いね。呪いスタン。パラメータ一応知力だろうと思われるけど、なんか攻撃もできるのね。まあ、呪いは確か知力に依存してるはず。Some of my fight. で、ネクストケイリー行く。ケイリーに欲しいのは知力。まあ微妙かな。無料で入るが賃金が3倍。しんどいね。逆がいいもん。高くていいから賃金ない方が。どっかのタイミングで黒字になるね。いるだけで。まあどれでもいいし、いらないかな。なんなら。結構今賃金高いんでね。難しいなぁ。まあ、名水図入れるくらいならケイリー2体の方が、まあ、メデューサもいるしね。バンシーか。こいつ入れとこ。で、バンシーに知力。体力。ケイリーにも体力、知力。最低限セット。まだいける。はいはいはい。で、同じものを。彼らに同じものを。さあ、じゃあ行ってみよう、バンシー。まあ、6レベル。知力アイテムがないな。知力消耗アイテムがないね。102レベル。何こいつ。飛竜か。まあやっちゃおう。呪い効くのかな、こういうのって。まあ、ケイリ、サイ、ワンちゃん。暗殺者一撃よね。1606ダメージ。まあ、あとクレイクかな。まあ、こうだろうと。うちの最強メンツ。さあ、これ攻撃早いのか。クレイク頼むぞ。サイが死んだね。Your guys did fine work on the beast. I can't... 舐めてたけど強かったね。10対10。これじゃあバンシーの偉人としようと思ったけど、そんなんでもないかな。これは普通の戦いだね、こんなんね。いってらっしゃい。ちょっと初陣にしてはね。ちょっと44回の小規模な戦いないかな。強すぎるんだけど。ああ、すごい、ケイリーいる。めっちゃいる。That the great evil sent again to steal their godstone. これは強いぞ。さすがにしんどいね。じゃあブラインドファイトという怖いやつね。これを偉人としよう。偉人というか、まともなデビュー戦。周り固めるか。じゃあとりあえず呪い、呪い、これ経理、経理、呪いによる経理の力をぶっ放していくと。めっちゃ保守的な。4サポート。バンシーは、まあ結構ね、体力あるし。ああ、はい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 、なるほど。サイ欲しいわ。熱い。バンシーめっちゃ前だよね。
前線から敵を呪っていくのかな。案外前にいた方が死なないかもしれないから、あの動きが常にならいいね。まあ、苦しむ人とほぼ同じような感じですけど、まあ、新キャラね、ドルイドと同じ新キャラ版し、まあ、火力はこれ伸びないね。さすがにあれでは伸びないね。で、ダメージオーバータイムポイントでメインセット速減調整する呪い最大3スタック呪い。この説明全く同じなんじゃないかな。あ、でもちょっとここが違うか。多分これステータスのポイントの話だよね。敵のメインステータスを何ポイント下げるよ。敵のステータスポイント、あ、でもこっちのポイントでメインステータスを下げる。オーバー、ダメージオーバータイム。で、これは知力依存、0.2 ね。多分知力だと思うんだけど。まあ、あとこのスタンね。まあ、これ速さ依存。最大6なんで、めっちゃ速ければ。ね、60まで上がればって感じかな。で、物によってはちょっと、15レベルくらいになればね、差つけるんで、1個速さとか。いいんじゃないかなと。で、スタミナ回復しやすいし、スタミナそんな減らなそうなんで、スタン系ね、苦しむ人は盾で、サポート系なんで、ちょっとまあ戦闘に特化してる感じかな。まあ装備品もあってね、健康は高いですから、結構これいいんじゃないかな。まあ両方3回までなんで、どういう風になるか。なんか、3、3で6になるのか、まあ、同じ呪い扱いなのかね。ちょっと名前は違うけど、まあ、説明も同じだよね。呪いをかけ、呪いをかけなんで。まあまあまあ。両方いてもいいし、で、呪いかければね、呪いとユニットには、ね、何か分のために高いダメージ与えると、あるんで、まあ、これが、ちょっと闇のね、いいパーティーになるかな。まあ、これも、それで言うと、いいシナジーだよね。